はい、おはようございます。私から2点、安保法制、国会での審議に大変総理はじめとして答弁が荒れている中で、広島に続いて長崎の、原爆慰霊式もございました。私は移動中でラジオで、聞いておったんですが、特にですね、市長の平和宣言の中でですね、この安保法制などに触れたところで、起こったですね、拍手というのが多分テレビ以上にラジオの方が、なんでしょう、敏感に聞けるのかなと、非常に安倍総理の挨拶の後の拍手との対比が非常に印象的でございました。同時にですね、新国立競技場をはじめとして多々問題が山積しております。今日は参議院の予算委員会が開かれて、蓮舫代表代行が質問に立ちます。特にこの新国立競技場の問題については、蓮舫代表代行を先頭にしてですね、党として対応本部を早期に立ち上げて、相当詳細に調査を積み重ねてまいりました。国民の視点、特に税金の使われ方という観点からですね、鋭い質疑が行われるものと、今日は期待をしております。もう一点、昨日埼玉県の知事選挙が行われました。我々のかつて国会での同志であり、我々も最初の選挙から友情支援という形でやらせていただいていますが、支援をさせていただいた上田清知事が当選をいたしました。大変嬉しく思っておりますし、特にですね、県連レベルでの推薦とは言いながらですね、自民党推薦候補の得票の少なさ、想像以上の大差がつきました。これは上田知事の12年間の実績と同時にですね、やはり現在の安倍政権あるいは自民党の政治姿勢に対する批判というものが、特に低投票率、投票に足を運ばないというところに出てきたのかなというふうに受け止めております。私から以上です。すみません、幹部社の豊木東京です。すみません、埼玉県知事選についてなんですけれども、野党に風が吹いているようにも見えますが、これから続く被災3県の選挙でこの流れをどう維持したいと思っていますか？野党に風が吹いているというよりも、自民党に強烈な逆風が吹いているというのが正確なところではないかというふうに思います。今回も、より詳細にですね、票を分析しなきゃいけないと思っていますが、自民党が本来、取れるべき票が取れていない、そうした皆さんはかなりの部分が危険に回られた部分があるんじゃないだろうかなというふうに思っています。我々としてはそうした皆さんにですね、自民党がダメだという皆さんにしっかりとご支援いただけるような対応がさらに求められているんだと思っています。そうした中でこれから特に盛岡の市長選挙と、それから山形の市長選挙という、首長選挙が続いています。盛岡、岩手県の知事選挙が自民党が敵前逃亡をするという状況の中でありますので、こちらに注ぐべきエネルギーをですね、盛岡の市長選挙と山形の市長選挙に回せるということになりましたので、特にですね、いわゆる空中戦レベルではもう自民党逆風というのははっきりしていますので、そうした票を我々の応援する候補者にですね、つなげていただけるような、むしろここは地道ないわゆる地上戦が大事ではないかなというふうに思っていますので、地元の県連中心に我々と本部としてもそれをしっかりバックアップしてまいりたいと思っています。ありがとうございます。すみません、別件なんですけれども、辺野古の工事の中断で明日から集中協議が始まりますが、何を期待されますか？まずですね、何といっても沖縄の思い、声というものをですね、真摯に受け止めるというところが求められていると思います。残念ながら新しい知事になってからですね、ここまでまず話を聞くという姿勢自体がなかった。ちゃんと話を伺うと、丁寧に伺うというところがなければですね、1ヶ月という期限切って、
1ヶ月やり取りしたからそれで終わりだというそういうレベルのものではないということが求められると思います。各社さんいかがでしょうか。朝日新聞の関根と申します。申告率の問題、まあ、今日予算会でまたあるそうですけれども、まあ、安倍政権の経済政策アベノミクスいわゆる第2弾、まあ、機動的な財政出動というのを掲げているんですけれども、まあ、一旦はその3000億以上とも言われたその建設費の問題が言われておりまして、税金の使われ方として、まあ、どういったような問題があるというふうにお考えでしょうか。うん、もちろんオリンピックを招致できた以上はですね、しっかりした形で準備整えなきゃならないのは当然のことなんですが、一方で例えば被災地の復旧復興のためのですね、財源が足りないからといって地元負担をお願いをするというようなことと比べたときにですね、優先順位がどうなっているんだと、こうした震災からの復旧復興とかですね、あるいは特に福島の原発事故への対応とかですね、こうした優先順位の高いことがある中で、いかにコンパクトに抑えるのかということが求められているはずなのに、これ、招致の時はコンパクトなっていうのは売り物だったはずなんですが、それを完全に忘れてしまっているということだと思います。すみません、朝日新聞の田中です。仙台原発についてお伺いします。明日11日にも再稼働決定ということが言われてますけれども、まあ原子力規制委員会、政府、どっちに責任があるかということもちょっと曖昧とも言われてますが、その中での再稼働について、民主党としてどう考えていますか。本当に再稼働されるのかどうか、特にですね、少なくともその万が一の場合の避難について、ここのところが十分でないということ、これはもうはっきりしてるんだというふうに思います。で、避難のことについてはですね、まさにその東日本大震災、東京電力福島第一原発事故の折のですね、教訓として、やはりこれについての備えが十分でなかったというのははっきりしているわけで、にもかかわらず再稼働をするというのは、それは安全基準は、当時と比べればより厳しくなっているにしてもですね、やはり事故は起こらないという安全神話にのっとっているのではないだろうかと、まあ、言わざるを得ないというふうに思っています。からもう一つはやはりこれ、やはり最終的には総理大臣を中心としてですね、政治がしっかりと責任を持つ形でやらなきゃいけないことだろうと、それがやはり東日本大震災の教訓だろうというふうに思います。もちろん技術的なことは専門家にお任せしなきゃいけませんけれども、今の避難計画の話であるとか、それから再稼働の必要性ですね、私どもが大飯原発再稼働を苦渋の選択でしたときと比べてですね、その電力不足ということの必要性はですね、著しく下がっている、これはっきりしていますし、それからですね、まあ、円安によるマイナスありますけれども、一方で原油価格が大幅に下がっているというようなこともあります。本当に今無理に急いで再稼働しなきゃならない必要性があるとは思いません。よろしいですか。いいですか。はい、ありがとうございました。